動は、これから国際420クラスを始めるセーラーとコーチのためのビデオです。クリスチャン・マウリーが最初の420艇を設計しました。ボートは軽く、製造が簡単で、かつ低コストというコンセプトでした。それから50年が経ちましたが、現在420はアイサフユース世界選手権で一番人気のダブルハンドディンギーとなりました。多くの420セーラーがオリンピッククラスへとステップアップしていき、さまざまなクラスのフリートレースやマッチレースで420出身のワールドチャンピオンが誕生しています。軽風で一番大切なのは、スキッパーとクルーの乗る位置とセールトリムです。まずスキッパーは動作開始の合図としてタックと声をかけます。スキッパーはゆっくりとボートをラビングさせ、クルーはヒールをつけるために風下側のガンネルに体重をかけます。スキッパーとクルーは息を合わせてボートを風上にアンヒールさせ、そこから2人が同じタイミングでヒールを起こすように反対側へと移動します。移動してから座り直すまでに、ラダーは中央に戻して、メインセールはセンターラインにできるだけ近づけてから起こし終えます。その時にメインが引きすぎにならないようにしてください。タックの後、スキッパーはトラベラーをまたいだポジションにつきます。そしてすぐにメインセールのリーチを見て正しいトリムかどうかをチェックします。クルーはジブのトリムの担当です。またスピンシートがたるんで流れていないかを確認しましょう。次にクルーはジブのリーチをチェックして細かいトリムを合わせます。風の弱い時に完璧なタックを行う秘訣は、大きくボートをロールさせるためにできる限りヒールをつけることです。まず上空から良いタック練習の功績を見てみましょう。タッキングが上手になるためには、スキッパーとクルーの動作をいろいろな角度から何度も見てください。見るときのヒントです。風の弱いときはラビングから逆ジブが入る状態までジブシートを離さないようにしましょう。これによりボートが速く回転します。風の弱い時にタックを失敗すると、ボートスピードがゼロになり止まってしまいます。良いタックをすることが大切です。この 3D アニメーションは良いタッキングの例です。ボートスピードが保たれながら、タックの後すぐに加速しているのがわかります。ボートスピードを保つには、良いバランスを保ちながらゆっくりとしたロール動作にしましょう。まずスキッパーはジャイブと合図し、ロールしすぎないようにセンターボードを少し下げます。そして風上側のジブシートを引き、風下側のジブシートを緩めます。同時にクルーは風上側のスピンシートをクリートから外し、スピンを風に対して直角になるように張ります。その間、スキッパーは足の間にティラーを挟んでコントロールし、両手が空いたところで左右両方のスピンシートをつかみます。ジャイブの後、スキッパーはクルーがスピンポールを付け替えている間中、風下のスピンシートをトリムします。次に風上側のスピンシートをクラムクリートにかけます。この上空からの映像では、スキッパーがスピンを風に対して直角になるように張っているのがわかります。
ジャイブ中、ジャイブの後も、ともにスピードがほとんど落ちていません。オンボードの映像からもわかるように、ボートスピードを上げるためにクルーはメインセールのバングを持って1回だけ煽り、新しい風上側から風を入れてフルの状態にしています。スピードグラフを見てわかるように、良いジャイブだとダウンウィンドの平均的スピードより下がりません。開口からダウンウィンドへ向かうまでの開口動作は難しいので十分な準備が必要です。特にクルーが周到な準備をしなくてはなりません。この開口動作には3つのパターンがあります。パターン1として、スターボードタックでマークアプローチをし、風下側のスピンをコート側からアップします。スピンが風下側のバックへ収納されていない場合はパターン2になります。クルーがスピンをバックから出してボートの前に投げます。これによりスピンは正しく風下側へとかわしてあげられます。パターン3はコートタックでマークアプローチする場合です。スキッパーはマークに到達する算定芯前にスピンを70センチほど上げておくやり方です。スキッパーはボートがヒールしないよう体重をよりセンターラインへと近づけます。その間クルーはスピンポールを取り付けます。スキッパーはマークの算定芯前までにスピンを70センチほど上げておきます。マークを回ったらスキッパーはメインシートを出しながらベアします。クルーは風上側のスピンシートをトリムしてからクラムクリートにかけ、スキッパーはスピンを完全に上げてから風下側のスピンシートをトリムします。スピンが完全に上がったらスキッパーとクルーは風上風下に分かれて座り、スキッパーはスピンシートをクルーに渡します。スキッパーはジグをトリムしセンターボードを上げます。これで一連の開口動作が完了します。それではオンボードカメラと上空からの映像でこのマーク開口を見てみましょう。ハードな作業です。正確なタイミングとそれに伴った確実な動作が要求。開口動作に入るよりも前にスキッパーはセンターボードを下ろします。これはマーク開口後にボートが横流れしないようにするためと、動作中にボートの動きをよりコントロールしやすくするため。クルーは風下側のスピンシートをスキッパーに渡し、スピンポールを回してフックから外します。外したスピンポールは風下側のコックピットのスタン側に入れます。ジブシートをかわしてシートより下です。収納できたらすぐに3連続の動作でスピンを下ろしバックに入れます。そしてボートを風下側へとヒールさせ、ボートを起こすと同時にメインジブ両方のセールをトリムします。コースレイアウトやタクティクスによってはこの開口動作をスターボードタックになる反対回りで行うことがあります。これは風下マークがゲートの場合やスターボードタックでマークにアプローチするときに見られます。マークを回ったらスピンシートが緩んでデッキから外に垂れていないこととセールリーチが正しくトリムされていることを確認。風上マークを回ってリーチングへ向かう開口動作は、
正しもマークへ向かう時の開口動作とよく似ています。主な違いはマークを通過した後大きく出足しないことです。この作業は一定針以内で終わらせましょう。上空からの映像を見ればこの作業がいかに短い時間でできるかがわかります。自分の体重を使って風上側からボートをアンヒールさせ、風下側のスピンシートをトリムします。スキッパーはベアしたらセンターボードを上げます。風の弱い時のアップウィンドはトリッキーです。一つのミスで止まってしまい、スピードを戻すまでにかなりの距離を損することがあります。ボートは少し風下側にヒールさせます。ラダーは中央に合わせて抵抗を少なくします。体重を極端にバウやスタン寄りに集めて乗るとバウが上がりすぎたり突っ込みすぎたりするので注意しましょう。正しくバランスの取れたアップウィンドではバウがちょうど水面にタッチしている状態です。クルーは風下側でマストの根元に近い位置に乗ります。スキッパーはトラベラーをまたいだ位置です。バングは緩めにトリムします。クルーはジブリーチが少しだけ開いている位置に印をつけて、次に乗った時にも分かるようにします。ジブタックはラフに横シワが入るくらいに調整しましょう。クルーは風上側のジブシートの上に座らないよう注意しましょう。ジブリーチが閉じてしまい、ボートの角度とスピードにマイナスの影響を与えてしまいます。リーチがしっかりとトリムされているか定期的にチェックすることを忘れないようにしましょう。保つためにできるだけ直線で走っているのが上空からの映像でわかります。ではオンボード映像のさまざまな角度からアップウィンドのテクニックを見て、グラフで見られるように軽風でのアップウィンドのレグではトップスピードを維持させることが第一目標です。軽風のリーチングではクルーはウォーターブレーキ近くの風上側に位置します。スキッパーは風下側のメインブライダル付近に位置します。スキッパーはブームよりも風下側に頭を出してボートのヒールをコントロールしやすくしましょう。ここでも目指すのは安定したスピードを維持することです。ダウンウィンドではセールを常にフルパワーにしましょう。そのためにはボートを少し風下側にヒールさせ、乗り手は全ての動作をスムーズに行わなくてはなりません。カニンガムは完全に緩め、バングとアウトホールは少しスピンを大きく張り、フルパワーにするためにはスピンポールの位置がキーポイントになります。
また常に風の変化に合わせてラフできるようにスピンシートのトリムも重要です。クルーはプレッシャーを敏感に感じ取るため、両方のスピンシートをできるだけ優しく持ちましょう。細かいプレッシャーの変化に対応していくことがスピンのフルパワーにつながります。同じことがスキッパーにも言えます。スキッパーはスピンシートブロックの横に座り、スピンシートがスムーズにトリムされるように気をつけます。風下側のスピンシートをトリムするとき、クルーは丁寧に行うようにしましょう。それではお手本となるダウンウィンドの練習の様子を上空から見てみましょう。グラフから分かるようにダウンウィンドでは急なスピードの変化を防ぐため、できるだけボートをスムーズに走らせなくてはなりません。While racing, an athlete must always feel comfortable. So every one of us can make his own personal choices about clothing in the water. Here we're about to demonstrate some of the basic clothes in our opinion that an athlete should wear. For the skipper, what we must always have in mind is that we always have to wear shoes that have anti-slipping bottom. That is very necessary in order to avoid sliding in the boat that can really even injure us. For the main body, we recommend a light, short neoprene wetsuit, not to be over than 1 millimeter thick, in order for the skipper to feel comfortable. The neoprene will keep us warm while the water is cold. As sailors, we must always take care about our protection from the sun. This is the most important thing for everybody. So, what we can do is that we can wear a long overtop shirt like this one so that it protects us from the dangerous sunlight. Also, we must never forget to have a strong sunblock for the face and for the body that is not covered. Also, we always have to wear hats and caps. It's always necessary, either like this one or a full hat. As we all know, the weather can change very, very quickly. So we cannot carry in the boat or wear with us a spray top. The spray top for the skipper is very, very important, because when the water hits the boat, then it goes to the legs of the crew and smashed into our body and face. So spray top can really save us from a lot of water and cold. So let's go at the cruise outfit now. First of all, it's very important, another slip suit, so we feel very steady in the boat and always have the control. Afterwards, we should wear a very thin neoprene to keep us warm and also long that we will not injure our legs. It's very important to wear always long pads. As my skipper said, we should always be aware of the sun, so we should always wear long t-shirts so they can protect us from the dangerous sun. Talking about the upper body, we should always keep warm. A lot of water hits on us, so we usually wear those spray tops to keep us warm, because when you're warm, you can think more fast. Our necessary cloth is, of course, the harness. Without this, you can't trapeze. So, don't forget it. Finally, very important for all positions in the boat, the life jacket. We should never forget that and always wear it, even slight wind or strong wind. We'll be right back.
風が上がるとトラピーズを使用してタッキングします。弱い風の時とは大きく違ってきます。ここでもタック開始の合図としてスキッパーがタックと言います。ボートスピードを落とさないために波と波の間でタックしましょう。スキッパーはティラーを自分の体の横に置きます。クルーはジブシートをクリートにかけてそのまま持ち、体を引き上げてトラピーズフックを外します。そしてクルーは風下側のジブシートはそのままの状態で持ち、徐々にボートの中へ入ってきます。ボートが風上に立ち、ジブに裏風が入るタイミングでジブを入れ替えます。それまでのジブシートを切って新しく風下側となったジブシートを引きます。この直後にスキッパーはハイクアウトをし、同時にクルーはトラピーズハンドルを掴んでボートの外に出て、ハーネスをトラピーズリングに引っ掛けます。タック完了後、スキッパーとクルーは同じタイミングで正しい上定位置に移動します。それではお手本となる中風のタック練習の様子を上空から見てみましょう。オンボードカメラの映像から細かいタッキングテクニックを見てください。タック中にクルーがブームの下をくぐるときに体を回していること、ジブシートが緩んでしまわないようにクリートしたままなのをよく見てください。クルーはこの時トラピーズリングを自分の体に引き寄せることを忘れないようにしましょう。波と波の間でタックをすればタック中でもボートスピードがあまり落ちないことがこのグラフでわかります。中風で良いジャイブをするとボートスピードは落ちません。ここではゆっくりとしたコントロールされた動作が必要となります。ボートのロールを少なくするためにスキッパーはセンターボードを下げます。クルーは風上側のジブシートを離します。メインセールを反対側に早く返すためにクルーはバングを持ってセールを返すのを手伝います。スキッパーはこの時足の間にティラーを挟みます。スキッパーは両手でスピンシートをつかみ、スピンネーカーを風に対して直角になるように張りフルパワーにします。そしてクルーはジブを取り蒸し、スピンポールを取り付け風上側のスピンシートをクリートにかけます。それではお手本となるジャイブ練習の様子を上空から見てみましょう。スピンネーカーが風に対して直角になるように張られているのがわかります。オンボード映像からもジャイブのテクニックを見てみましょう。ジャイブの前にスキッパーは風下側のジブシートを離します。ジャイブの後ボートバランスをコントロールしながらそれぞれの位置に着いたら、スキッパーはクルーに風下側のスピンシートを渡すのを忘れないようにしましょう。グラフを見ると良いジャイブではボートスピードがほとんど落ちていません。風が上がるとクルーは波とスピードに合わせながら前後に体重移動してボートバランスを保ちます。前後に動くことでバウの下側が水面につくかつかないかの状態を保ち、トップスピードを出せます。バランスを取るときにクルーは前の手を使ってトラピーズを調整します。風上側のジブシートをトリムするのにクルーはスターン側の足でシートをクリートにかけます。オスカーフラッグは赤と黄色の大きなことですが、これが上がると体を使ってボートスピードを上げることが許可されます。風が上がってきたらスキッパーはティラーとメインシートを使ってボートをヒールさせないようにします。風が上がったらジブのラフにシワがないようにジブタックを調節しましょう。それでは中風でのアップウィンドウを上空から見てみましょう。
オンボードカメラの映像からもアップウィンドでのテクニックを身につけるヒントがありますので、よく見ましょう。グラフの通り、風速と波の違いがあるため、ボートスピードを完全に安定させることはできません。乗り手の役割は、スピードが落ちすぎないようにすることです。風が上がると、クルーは 100% の時間ハイクアウトします。スキッパーは風速によりハイクアウトするかボートの中にいるかを決めます。クルーがトラピーズでハイクアウトするとき、時間の余裕がなければスキッパーがトラピーズの取り付けを手伝います。前後バランスをとってトップスピードを維持するために、クルーはガンネルを前後に移動してバランスをとります。トップスピードへ持っていくため、クルーはスピンシートをトリムし続けます。軽風と中風の間では、スキッパーはボートのヒールをよりコントロールするために風下側に座ることがあります。グラフでわかるように、セールがボートスピードを比較的安定させるので、リーチングではスピードの変化は少ないです。中風のダウンウィンドでは、誰よりも先にプレーニング状態へ持っていき、誰よりも長くプレーニングすることが目標となります。クルーはスピンシートから伝わる感触を感じ取り、スピンをトリムします。スキッパーも同じくメインシートのプレッシャーを指先で感じながらコントロールします。レース委員会がパンピングやウーチングを許可したら、乗り手はボートを常にプレーニングさせることに集中します。ラダーを使うと抵抗になるので、ボートのステアリングはラダーに頼るのではなく、ヒールを使ったヘルムを活用しましょう。グラフを見ると、プレーニングをしているとき、スピードが上がっているのがわかります。プレーニングしているのとしていないときのスピード差が大きいのも特徴です。練習になります。
ピーズの感覚をつかむ練習になるのと同時に、トラピーズが結構安全だということもわかります。強風になるとタッキングも難しい動作の一つになり、失敗するとチンすることにもつながります。動作の手順は中風の時と変わりません。中風の時よりもクルーはより素早くジブシートを緩めること、クリートから外すことがポイントになります。タック中はジブシートをタイトにキープし、ジブに裏風が入る寸前にリリースします。スキッパーもクルーも素早くハイクアウトやトラピーズに出てボートバランスを取ってから細かなセールトリムを行います。クルーが風下側のジブシートを離すタイミングが遅いとこうなります。ヒールするとスピードが落ちるので、タック中はヒールさせないようにしましょう。グラフから分かるのは、強風の中での良いタックとは短い時間で減速し、その減速している時間も少ない動作であることです。強風の中でのジャイブはボートを絶対にヒールさせないようにしましょう。まずクルーが風上側のスピンシートを引きスキッパーに渡します。スキッパーはティラーを足の間に挟みます。そのすぐ後、クルーは風上側のスピンシートをクリートから外し、スキッパーはボートスピードが出ている時にジャイブします。中風の時と同じようにクルーはスピンポールを外し、風上側のスピンシートをクリートしてボートを走らせます。ジブが絡まないよう注意しましょう。絡まるとジャイブの失敗につながり、セールを破損してしまう恐れがあります。危ないくらいの強風の時はスキッパーはティラーでしっかりボートをコントロールするために通常の場所から動かず、クルーがジャイブの後にスピンシートを手渡すと良いでしょう。ジャイブした後にブームがサイドステイに叩きつけられないように、ジャイブの前にブームがぶつからないところまでメインシートを詰めてクリートにかけます。グラフでも分かるように、ジャイブではボートスピードが著しく落ちますが、良いジャイブではその減速している時間を短時間に収めています。それによってチンするリスクは少なくでき、ジャイブ完了後はすぐにスピードに乗ります。強風は安全第一です。これはアップウィンドからダウンウィンドに落とす時にも言えることです。最初の手順として、まずクルーがトラピーズを外します。スキッパーはその間にバングを緩めます。そしてスキッパーはティラーを足の間に挟みスピンを上げます。クルーはスピンポールをトッピングへ取り付けます。最後にクルーが風上側のスピンシートをクリートし、
スキッパーがクルーに風下側のスピンシートを渡します。スキッパーとクルーは重心を一つにして良いバランスを保つためにくっついてガンネルに座ります。では集中力を失ったらどうなるかを見てみましょう。強風での風下マーク開口では周到な準備が必要です。まずスキッパーはセンターボードを下げ、ティラーを足の間に挟みます。クルーはスピンポールを外し、コックピットの風下側のスタン寄りに傾します。マークの二停心前までにスピンの回収動作は終わらせてしまい、乗り手はマーク開口後すぐにハイクアウトできるように準備します。ハイクアウトをしながらシートトリムを行い、スキッパーはバングを引くことを忘れないようにしましょう。では別の角度からの開口動作を見てみましょう。このケースではマークに近づきすぎたため、スキッパーは風下側のスピンシートを完全に緩めています。オンボード映像から見ても分かるように、マーク開口ではしっかり集中してください。強風では安全かどうかは置いておき、リーチングでのトップスピードを落とさないことが優先します。まずスキッパーはメインシートを緩め、クルーはトラピーズから中に入り、スピンが風に直角になるようにシートを調整して張ります。これが強風の時に一番危険でかつスピーディーな動作でしょう。まずスキッパーはマーク前でバングとメインシートを緩め、ハイキングポジションに入るためにスタン寄りへ移動します。スキッパーがスピンを上げている間に、クルーはスピンポールを取り付け、風上側のスピンシートをクリートにかけます。そしてスキッパーはクルーにスピンシートを渡し、スピードが速くなっていく間に2人はハイキングポジションにつきます。強風でのアップウィンドが一番難しい走りでしょう。スキッパーは波を避けるためにティラーを使います。そして煽られずにプレーニングを保つためにメインシートを出し、少しヒールをつけてトップスピードに持っていきます。モーメントを最大限利用するためにクルーはできる限り体を外に出します。またクルーが体を使ってボートを煽り、スキッパーがボートバランスを維持する手助けをすることもあります。ものすごく風が強い時はメインセールのパワーダウンだけでは十分ではないので、クルーはジブもパワーダウンさせます。スキッパーがセンターボードを少し上げることもあります。セールをパワーダウンさせるためにはメイン、ジブ両方のカニンガムを引けるだけ引いていきます。アウトホールも引けるだけ引きますが、バングは逆に緩めにします。スキッパーはトラベラーより後ろでハイクアウトし、クルーもプレーニングさせるために後ろ気味に移動しなくてはなりません。ではアップウィンドテクニックをマスターするとどれだけのスピードが出せるかを見てみましょう。
グラフで見ての通り、波や風の強弱の影響からアップウィンドでのボートスピードは安定していないことがわかります。乗り手の目標は安定して良いスピードを維持することです。強風のダウンウィンドではできるだけ長い時間ボートをプレーニングさせることが目標です。風がかなり強いと乗り手はボートをフラットに保つために風上側へ乗り出して必死にバランスを取ります。トレーニング中、スキッパーはベアしたり、2人でメインとスピンをパンピングして加速します。バウチンしないように気をつけましょう。体重をできるだけ後ろにかけて防ぎましょう。グラフを見て、トレーニング中のスピードのアップダウンに気がつきますね。リーチングではスピードがかなり出るため、乗り手はセールを出し入れしなくてはなりません。瞬時に持っていかれてチンをするので注意しましょう。強いガストではセールを出しながらベアし、やり過ごしたらラフしながらシートを引きましょう。極端に強いガストではスピンシートを完全に出してセールをシバーさせます。アップするにはまずオーニングを外します。この時ボートを傷つけないよう注意しましょう。次にロープが絡まっていないか確認しましょう。そしてセールにシートを取り付けしっかりと結びましょう。セールは気をつけながら広げましょう。
ーセールをブームに通しましょう。メインセールに和点を入れることを忘れないでください。最初にマストにスプレッダーの部品を取り付けていきます。スプレッダーブラケットにはいくつかの穴があり、この穴によっていろいろなマストベンドに調整できます。安全のためにショックコードを取り付けることも忘れないようにしましょう。マストを立てる前にハリヤードやステーが絡まっていないことを確認しましょう。立てるとき、ステップにある2本のボルトの間にマストヒールが入るように、最後にサイドステーをデッキのチェーンプレートに差し込み、トラッピーズのリングをショックコードにつけます。両エンドのフックが開いてしまわないようなテンションでありながら、素早く開けるようにタイトに。ロープは時間が経つと縮むので定期的に交換しましょう。ブームの準備で一番重要なことは、バングとメインシートブロックを正確な位置に取り付けることです。またサイドステーがブームとぶつかる場所にプロテクターをつけましょう。カニンガムをつけるときは、まずインホールを決定し、会場でも取り蒸しやすいようマストにそれぞれのポイントをマーキングしましょう。アウトホールにもマーキングをしましょう。バングはまずマストステップに取り付けてからブームにつけます。取り蒸しやすいようバングもマーキングをしましょう。ジブのカニンガムはフォアデッキに取り付けられています。ジブの高さを調節するときは、フットがデッキにちょうど当たる位置に来るようボートを横倒しして高さの調節をします。ここではボートに傷がつかないよう正しいやり方を見てください。レースとレースの間、フィッティングの調整をするために会場で同じようにボートを横倒しにすることがあります。スキッパーとクルーは協力してこの作業を行います。
ら、まずベーラーを素早く閉じてセンターボードを全部下げましょう。クルーは出切った状態のセンターボードをつかみ、それを自分の体に引き寄せて全体重をかけながらボート、風上側からマストが上がり、ボートが起き上がったら、スキッパーはまた横倒しにならないように風上側に体重をかけておきます。経験豊富なクルーであれば、センターボードをつかんだまま海中でボートが起き上がるのに耐えて風上側から上がってくるというのも一つです。セーラーにとってストレッチは重要です。